どちらですか。はい、皆さんこんにちは。富士通コンピューターテクノロジーズの伊藤と言います。今回私この場に来るの初めてなんで、ほとんどの方に初めましてなんですけども、今月のですね、7月1日にオートモーティブリナックスサミットで、このテーマ、リナックスのファイルシステム、IVR システム向けのリナックスファイルシステムの、調査っていうテーマで、発表しましたので、その同じ内容を今日ここで、お話をさせていただきたいと思います。で、ちょうどその当時、ワールドカップやってたので、ワールドカップのネタから入ってるんですけども、私自身はサッカーが大好きですよっていうところから、でサッカー の実際の試合でもいろんな組み込みの、装置が使われてますよね。で、この右側にあるこの富士通の IP9500、 これがハイディフィニションビデオトランスミッションシステムなんですけども、これ残念ながら、今回のワールドカップではなくて、南アフリカの2010年のワールドカップの時には実際に南アフリカと日本を中継して、サッカーの、テレビ中継をこれを使ってやってたっていうものが、こういうものも使われてますよっていう話です。で、その、組み込みのシステムの中で、その映像ですとか音ですとか センシングのデータとか、いろんなデータを、ファイルシステムの上にファイルとして格納して、いますよねっていう話で、そのサッカーだけじゃなくて、ヘルスケアとかアグリカルチャーとかオートモーティブ、もちろんオートモーティブでもの、いろんな組み込みデバイスがどんどんたくさん使われるようになってきていますよね。で、特にそのビッグデータのようなその、爆発的に増えてくるようなデータを、いかにうまく扱っていくかっていうのがとっても大事になってくる。そうなった時にこのコアテクノロジー、ファイルシステムのコアテクノロジーが、もっと重要になって、くるでしょうというところから、ね、スタートしています。で、この話の、アジェンダが、こういう流れになっていまして、最初バックグラウンドから入っていきます。で、私の自己紹介を最初ちょっとさせていただきたいんですけれども、後ろにいる浅場君と同じところで、富士通コンピュータテクノロジーズで、組み込みの、仕事をやってるんですけども、 Linux 組み込み Linux ディストリビューションをずっと、開発してサポートして、で、トレーニングをしたりっていうのを私担当してやってきています。で、富士通の中のこういったいろんな組み込みの機器にその、ディストリビューションを搭載して、で、私がこうサポートしたりとか、そういうことをやってきて、います。で、これはもう皆さんご存知なんで、あまりたくさん話す必要はないと思いますけど、ファイルシステムって何っていうところを少しここで紹介しました。で、いろんなメディアに、いろんなタイプの適した、いろんなタイプのファイルシステムがあって、でそれぞれ特徴がありますよ。で、 IPI システムの中ではいろんな、情報を扱っていますよっていう話です。で、今回のこの私の、発表のモチベーションなんですけども、と AGL リクエアメンツ、オートモーティブグレードリナックスのリクエアメンツディフィニションのバージョン 1.0 がもう間もなくリリースされる予定で、今、まとまりつつあると。で、我々の方でこの内容をですね、事前に入手しておりまして、でこの中にロバストファイルシステムという、章がありました。で、そのロバストファイルシステムの中から、バタルフェイスですとか EXT234、 ごめんなさい、それから、VFAT という VFAT、こういったもののリファレンスがされていて、というのがまず情報としてありました。で、我々富士通はですね、この、バター FS というファイルシステムに、ずっとこの開発の初期の段階から貢献をしておりまして、で、私 の富士通コンピュータテクノロジーズというところが直接やってるわけではないんですけど、富士通 の別の部隊、サーバーをやってる部隊がですね、ずっとこのバター FS の開発をしていて、で、バタエフェスの開発全体で見ると富士通がナンバー2のコントリビューター、去年1年で見ると最もたくさん、パッチを投稿しているコントリビューターになるんですけども、というので、ずっとこのバタエフェスをやってきていますと。これ Linux カーネル 3.16 の RC2 で見たときに、富士通ここまでで過去のパッチ数はナンバー2っていうのはここに書いてあるものです。で、そういった、事情があって、
で、じゃあ実際このバタエフェス、このリファレンスとしてここに挙げられているんですけども、じゃあどれだけこの IBI システムに適したものなんだろうと。で、その、機能要件であったり非機能要件であったり、どれだけいいものなんだろう、その合ってるんだろうかっていう疑問があって、じゃあこれをちょっと検証してみようじゃないかというところでこの、活動が始まりました。で、こちらがですね、その先ほど申し上げた、AGL のリクエイメントです。で、バージョンは 0.8.2 で今度 1.0 が出ると思うんですけども、 これがその、ソフトウェアの、ダイアグラムになってまして、で、下の Linux ドライバー層から OSS のレイヤーからオートモーティブのミドルウェアのレイヤーからアプリケーションフレームワークからアプリケーション HMI というふうに、分かれていって、で、今回着目したのはこの Linux ドライバーのレイヤーの中のロバストファイルシステムっていうここのブロックになります。で、この章をですね、こう紐解いていくと、こういう形になってまして、で、これがですね、プライオリティの1、マンダトリー、必ず必要だよと言っているリクエイメントの一覧になっていますと。で、これ章をこういう章立てになっているんですけども、この今、青く囲った3つのブロック、大きくは分かれていまして、で、何で分かれているかというと、その記録するメディアの種類によって分かれていますと。で、最初はこのマネージとインターナルストレージ、SSD とか EMMC、で、この中にこういう要件が書かれていますよ。で、その次がロー、ノーとか NAND フラッシュメモリー、で、その次が USB スティック、SD カード、この3つの、に分かれていて、こういう形になっています。で、ここでボールドのフォントで書いたのが、特にこの組み込みシステムで、特徴的なものっていうので、こうボールドに、私がこうボールドに色を塗っているというものです。で、このページがですね、プライオリティの2オプショナルの要件になっているもの で、分け方はさっきと同じで、この記録メディアによって3種類あると。で、この中にもコンプレッションとかウェアレベリングの、これはスタティスティクスですね、の話とかが出てきているというものです。で、今のですね、この、プライオリティの1番マンダトリの方の、要件をここにこうずらーっと並べまして、ここがそのストレージのタイプなんですけども、で、それぞれこう要件がありますと。で、こちら側にですね、ファイルシステムの種類を並べて、で、この、先ほどの AGL の要件定義書の中に、この一つ一つの要件で、リファレンス実装されていると思われるものはこういうものですよってい こう、ファイルシステムの名前にこうリンクしている情報がありまして、で、それをここでチェックマークにこう変換した表が、これになります。で、その中でもそのチェックが埋められない、何も書いてないような部分もありましたので、それは我々の方で今回独自に調べまして、で、埋められるところは全てこう埋めたっていう表がこちらの表になります。で、ですね、これこのチェックの数を見ていきますと、で、この、SSD とか EMMC、 このメディアに、メディアに対するこの要件、メディアで動くファイルシステムへの要件の数で見ると、バタエフェスが7つを満たしていますよ。で、あと EXT3 と4が、そして7つずつですよ。まあ、EXT2 とか VFAT とか、まあ、UBFS はちょっと性質が違うのでここに入ってないんですけども、多いものとしてはこれですよと。で、今回この評価するにあたって着目したのはこの SSD とか EMMC、 このインターナルマネージドストレージと言われているここです。組み込みでどんどん増えてきていて、これからも主流になると思われるものなので、そこに IVI でもこれが増えてきているので、これを今回ここに絞って考えますよっていうものです。で、この要件こうたくさんある中でも、特にこの、電源段の体制というこの項目ですね、これが他はありなしでこうチェックできたりするんですけど、これがあるだけで片付けてはいけないんじゃないかな。で、実際にどれだけ体制があるんだろうかっていうのを、もう少し見てみたいなというので、ここに今回こう着目してみたというものです。
で、ファイルシステムの種類、あ、ごめんなさい。で、今の、お話をちょっとまとめると、バタルフェスと EXT3-4 が、最もその、適していると思われる、この数で見るとですね、キャンディデートになっているんじゃないかなというものですと。で、とこのバタルフェスはですね、バタルフェスと EXT3-4 はこの、リムーバブルマネージドストレージ、USB スティックとか SD カード、ここも、まあ、ここにある項目は全て満たしているというので、まあ、この2つに、この赤く囲ってあるこの、ファイルシステムは、その外部のメモリにも使えるでしょうというものだと。それから、まあ、皆さんご存知の通り EXT3-4 は3の後継なの で今回ターゲットとして考えるものはバタルフェスと EXT4 この2つを比較して考えることにしましたということです。で、あとは先ほどのこの、AGL のリクライメントの中で特に、このパワー電源段体制、ここがですね、評価してみるべきものだろうというふうに着目して、この後、調査してみますというお話です。で、あとですね、他にもファイルシステムに対する要件ってどんなものがあるんだろうというのを、ここに挙げてみました。で、この起動時間、短い起動時間ですとか、それからパフォーマンス、セキュリティ、スケラビリティ、いろいろありますと。で、今回は特にですね、そのやっぱり、メジャー、測ってどれだけの、度合いがある、あるのか、のリクライメントに対してどれだけ満たしているのかっていうのを測れる、項目として、この起動時間とそれからパフォーマンス、ここに着目して、先ほどのこの、電源段体制と合わせて、起動時間とそれからパフォーマンス、これに関しても後で評価していますというものです。で、特にこの起動時間に関しては車載、IPI ですと、そのスプラッシュスクリーンを表示するまでとかホームスクリーンとか、あと最初の、なんか音を出すまでの時間とか秒単位でこう要件があったりですとか、あとパフォーマンスに関しては例えば、アプリケーションの QoS とここでは言ってますけども、高い負荷が高くなった時にもコンスタントなパフォーマンスを出して、でこう音が途切れることがないようにずっと、再生 し続けたりとか、そういったことが求められてくるというもので、ここを測ってみましょうということです。で、あとここからはちょっとあの EXT4 とそれからバタ FS の、オーバービューを説明、簡単に説明していきます。いや、ほとんど皆さんご存知だと思うので軽くお話ししたいと思うんですが、EXT4 はジャーナリングファイルシステムですと。で、この頃からカーネルに、メインラインにマージされていて、キーフィーチャーはこういうものがありますと。で、皆さんご存知の通り Linux のメジャーなディストリビューションで、ずっとスタンダードなファイルシステムとして使われてきていますよ。で、かなり成熟しているもので、このパッチの数でもかなりこう落ち着いてきているものなんですけども、これもあの Wikipedia にあった情報なんですけども、あのこの、プリンシパルデベロッパー EXT3-4 のプリンシパルデベロッパーの、セオドア・ツォーさん、この方がこうステートした内容では、いろいろこうインプルーブド、あの先進的な機能入ってはいるものの、もうこれ以上はこの先はないんじゃないかというような話があったりしてます。で、その後継としてはバタエフェスを今考えてますよというような、そういうステート、これだいぶ前のお話ですけどもあって、で、バタエフェスはこういうスケラビリティとかリライビリティ、こういったもので、あと管理のしやすさとかこういったものがあるので、こっちに移っていくべきなんじゃないかっていうのをこうお話しされたりしていました。で、じゃあそのバタエフェスっていうのはどういうものかっていうのはこのスライドで、もともとはあのクリス・メイソンが、メイソンご存知だと思うんですけど、クリス・メイソン、オラクルの方で、最初に開発がスタートしたもので、で、この頃に入っていますと。で、キーフィーチャーはこの B3 のデータ構想とコピーオンライトで、これによって、データのコンシステンシーとか簡単なスナップショットとか、こういったものを実現できるようになります。で、あと他にもいろいろこう、キーフィーチャーがあって、で今、使われているディストリビューションはもう
ミゴ、まあ、今使われてないですけど、ミゴで2010年にスタンダードなファイルシステムとして採用したっていう話と、それからあとオープンスーゼで、今年の、11月ですねに、デフォルトとしてこのバトルフェイスを使おうというのがあるそうで、 13.2 バージョン 13.2 で使われるそうです。でオラクル Linux でも2012年から、正式にサポートされていて、レッドハットの7、あのこの前の6月のにはなかなか残念ながら入らなかったんですけども、今テックビュープレビューっていうステータスにあって、あ、正式なサポートとしてはまだ入ってない状態ですけども、で次 の、 あのバージョン 7.1 とか 7.2 とかに向けて今バトルフェイスを、正式サポートっていう形で、サポートしてもらうように今、バトルフェイスの開発を一生懸命頑張っているというステータスになっています。であとこの Facebook、 今そのクリス・メイソンが、Facebook に移って、で Facebook の中で今、もう1000台ぐらいはバトルフェイス実際使って動かしているそうで、で今年にももうその台数をどんどん増やしてデプロイしていくっていう、そういう予定だそうです。でこのウェブサーバーとして今使っているというものだそうです、はい、なのであの Facebook のアカウントを持っていると皆さんもうバタイフェスのユーザーだと言えるというものです、はい。でさっき の、 あのパッチの数を今度バタイフェスで見てみると、ですね、このパッチの数、青いバーはですね、こっちの緑の方は、まあ、年ごとのパッチなんですけど、パッチの数、パッチの中のフィックスとバグっていうこのテキストでグレープしてヒットした数で分けていて、でこれが入ってないものがこの青いもので、簡単にこうちょっと乱暴ですけどそういう形で分けたもので、で、2011年からぐんとこのパッチの数が増えて800件近くなってますよと。でこの赤い折れ線の方が、EXT4 の、パッチ、全パッチ数なので、 EXT4 のパッチ数から比べても2011年から倍ぐらいパッチがたくさん出てきて、まあ、で、特にそのさっきの、レッドハット EL のこのテックプレビューに入ったあたり、まあ、このあたりから非常に、活動がまた活発化してきているというものです。ちなみにこの緑が富士通のパッチというパッチの数です、はい。で、じゃあ、実際にですね、先ほどあのさっき言った、評価をしてみましたというお話です。で、まずターゲットとするファイルシステムはバタイフェスと EXT4 ですと。で、評価した観点3つありまして、ロバストネス、パワー、電源段耐性と、それから、ブートアップタイム、それから、パフォーマンス、この3つに分けて評価してみました。で、まず1つ目がですね、電源段耐性なんですけれども、今回はそのファイルを書いている、まさにその時に電源を無理やりプチッと切りますと。でどうなるかっていうのを見てみますと、で使ったボードはですね、フリースケール社のこのタワーボードバイブリッドなんですけども、でコーテックス A と M があって、M は今回使わずに A だけです。でメモリは1ギガの DDR3 で、ストレージはマイクロ SD を挿して、そこに、ファイルシステムを構築して、そこに書いてる途中に電源を切るという、試験をしました。で使ったソフトは、我々の富士通の最初の方に申し上げた、ディストリビューション、ヨクトーがベースになってるんですけども、で、カーネルは入れ替えて 3.10、 この当時最新、これを試験を始めた時最新だった 3.15の RC7、 これを使ってやってみました。で使ったツールはですね、この左のこの銀色の箱なんですけども、パワーサプライコントロールユニットって名前を付けたんですけども、これが、定期的に今回は、1分間隔で電源を無理やり、ここにつないだこの電源の供給を、オンにしたりオフにしたりっていうのを繰り返し、切り替えるっていうものです。ここにこのバイブリッドをつないで、無理やり外から、電源をオンオフをすると。で、ファイルを書く、アプリケーションは、ひたすら 4KB のファイルを作って書くというものを繰り返す、そういう単純なアプリケーションです。で、じゃあこれが結果なんですけども、それを、2晩放置したらどうなるかというのでやってみました。で、バタイFS の方は、その電源ダウン
実際発生した回数が1000回以上、まあ、EXFO も同じなんですけども、その1000回以上やった結果、全く、びくともしませんでした。ファイルも壊れないし、メタデータも壊れないからで起動できないこともないし、通常通りひたすら、同じ動作を繰り返しているという、状況でした。でそれに対して EXT4 は、今回ですね、同じ回数だけ実行したんですけども、この、壊れた i ノード、これ後で、止めて、見た、結果で分かったんですけども、その壊れた、i ノードがですね、どんどんこう溜まっていくように見えていて、で実際にその、ファイル のデータを刺していないようなの異常な状態の i ノードがどんどん増えていって、で、結局その壊れた i ノードが3万2000個ぐらいまでこう増えていって、で実際にはその、SD カードのマイクロ SD カードの、容量を消費していないにもかかわらず消費しているかのような i ノードが溜まっていくので、ごめんなさい、このディスクフルのステートになってアプリケーションが書けませんという状態になってしまったと、そういう状態に陥ってしまいました。で、ここから単純に分かるのがこの、バタルフェスのコピーオンライトっていう動作ですね。必ず何か、書くときには一旦元のものをコピーしてから書くとか、そういった動作をするんですけども、つまり元のデータは一切ノータッチのまま残しておいて新しいデータ書くときにはコピーしてからなので、この、電源ダウンに対する体制としてもその元のデータを壊さずに動いているというのが、分かります。で、その EXT4 の、おかしな状態というのはどういう状態だったかというのはこれなんですけども、その、通常の状態だとこの 2% の、容量でずっと動いているはずなんですけども、その先ほど この壊れた i ノートの情報、i ノートがどんどん溜まっていって 100% になってしまったというのがこの状態です。でこの状態の時に、FSCK をかけると約3分ぐらいかかってこれが100% から 2% に戻ったというのが、今回やってみた結果です。で、この、この FSCK をどのタイミングでかけるかにもよりますけれども、もしこれが起動するときにこれをかけているとすると、その先ほどあった数秒単位 この起動時間の要件というのにかなりこれは影響が大きくなってくる可能性はあるんじゃないかなと思われます。で、次が、起動時間の評価です。で今回やったのはですね、本来でしたら電源を入れてから、例えばそのスプラッシュスクリーンが表示されるまでとか音が出るまでとかの時間が要件があって、それに対してどうかっていうのを評価できるとよかったんですけど、今回は純粋にこのファイルシステムの評価っていうのに着目して考えましたので、実際には、起動終わってから、他のアプリケーションが動いてない状態で純粋にファイルシステムのマウントの時間だけを測るっていうのを、やってみました。で、使った環境は先ほどの、電源ダウン体制の試験と同じフリースケールのターボート で、使ったソフトもほぼ同じです。で、使ったツールカーネルの中に、少し手を入れて、で、このマウント処理の前後でタイムスタンプを記録するようにして、その前後でどれだけかかったかというのを見るようにしました。で条件は、マウント時間に関係の深いの、ファイルシステムの中のファイルの数です、ね、を、3パターン今回用意して、4000個と7万個と100万個この3タイプのファイルシステムを用意してマウント時間を測りました。で、これがその結果なんですけれども、横軸がマイクロセック単位の、マウント時間です。で、この青いのがバタFS、緑が EXT4 ですと。で、単純にこの数字だけを見ると EXT4 は、2倍から3倍ぐらいバタFSよりも早いマウント時間、短いマウント時間でマウントできているというのが分かります。これどの、ファイルの数のタイプ、パターンでも同じでした。で、なぜバタFSとじゃあ時間がかかっているかっていうのを考えてみると、バタFSは仕組みとしてそのダイナミック i ノードアロケーションというのがあって、ファイルを作ったりするときに i ノードを、
記録する場所を動的に決めていって、固定の場所じゃないので、どんどんそのファイルシステムの中に散らばるような形で記録されていると。でマウントするときにそういうその iNode の情報を集めてきて、マウント完了となるので、そこに時間がかかっているのではないかという、考察です。でただこのマウント時間を見てみると、一番長くても212マイクロセクトで、これ非常に短い時間だと言っていいと思っていまして、特にその、IVI で その数秒のブートタイムのリクエイメントに対しては250マイクロセクルより短い時間というのは非常に短い時間ですので、このマウント時間の違いというのは必ずしもバタフライさんはとっても不利だというふうには言えないんじゃないかなというふうに思います。で次がパフォーマンスです。で今回はですね、ファイル IO のスループットを、通常の、負荷のかかってない状態と、それから、他のアプリケーション処理を動かして負荷を上げた状態で、どう変わるかというのを、見てみました。で使ったボードはちょっとさっきと変わってですね、インテルのデスクトップボードで、プロセッサーはデュアルコアのアトムで4ハイパースレッティング横にして4コアで、メモリは 1GB でストレージが 32GB の、SSD です。で、使ったソフトウェアは、フェドラの20でカーネルは 3.15.1 です。で、パフォーマンスを測るツールは今回 FIO を使いました。で、条件はですね、その通常の、負荷のかかってない状態として FIO を単体で実行させたパターンと、それから FIO を、複数同時に実行させたパターンと、その2種類、高い負荷をかけたパターンと、その2種類用意しました。で、FIO の、動かし方ですけれども、ですね、このリードの時には 2GB で、ライトの時には 1GB の大きなファイルを最初に用意して、でそこのファイルの中で、リードライトを、すると。でそのリードライトする、ブロックサイズが、小さいブロックサイズで、シーケンシャルのリードライトの時には 64KB で、ランダムの時には 4KB、 このパターンで、測ってみましたと。で、一つの大きな、SQLite みたいな大きな、ファイルを用意して、でその中をリードライトするのは、データベースのような、動きを少し考えて、こういうやり方を今回やってみましたというものです。であとはですね、このスループットに関係のありそうな、バタフェース側のマウントオプションをいくつか変えてどう変わるかっていうのをここで測ってみました。で、こちらがですね、その負荷の低い状態でのスループットのの結果です。で、左側がリード、右側がライトで、上の段がシーケンシャル、下がランダムというふうに並んでいます。で、左側のリードを見てみると、のシーケンシャルの方では、バタFS が、少しだけ EXT4 より速いと。でこの上4つがバタFS で、オプションを変えたものが4つ並んでます。でこの5番目のが EXT4 です。で、ランダムになるとそれが逆転しているように見えますと。で、あとライトに関して、右側の方ですね、ライトに関しては、EXT4 が、2倍近くの、性能が良かったというのが、見えました。でこれじゃあリードライトの方でなぜこんなに性能の差が出たのかっていうのを、考えてみるとですね、このバタFSは先ほど申し上げたコピーオンライトという仕組みがあって、その、少しのデータでもコピー、更新するときには一旦その元のデータ全体をコピーしてから書き換えるという動作があるので、EXT4 はそんなことをせずに元の位置を書き換えるだけなので、そこの、動作の違いがですね、この性能の違いに表れているんじゃないかなというふうに、思われます。これもユースケースによって得意なものとそうじゃないものが出てくるものの一つの、典型だと思います。
で、あとですね、そうですね、あとですね、ちょっとこの下の文字には書いてないんですけども、ここのバタイフェスの、オプションですね、マウントするときのオプションなんですけども、バタイフェスはあの、透過的な圧縮の機能があって、ファイシスの中身をこう圧縮してちっちゃくしたままリードライトをそのままできるっていう機能があるんですけども、その、オプションを、変えてみたのがこの上の3つで、でこのベースって書いてあるのはですね、ちょっと見にくいんです。ここにコンプレスが LZO、 この LZO のアルゴリズムでその透過的圧縮をしたものがこの、性能として出ていまして、でその次が ZRIV、 このアルゴリズムを変えたものはこれですと、で3つ目がコンプレスをしない状態だとこれですよというものです。で、これちょっと面白いのが、あのこれを見るとですね、単純にコンプレスしない方が早いじゃないかと、で圧縮するとどんどん遅くなっていくんじゃないかというふうに見えていて、でこれはこの今回試した環境では、あのそのファイシステムのリードライトよりもその CPU の圧縮の処理の方に時間がかかって、そこがネックになってきて、でこういう結果になってるんじゃないかと。で、あの下の方に書いてあるこのフロニクス .com、 あのご存知の方も多いと思うんですけど、いろんな、ファイルシステムとかいろんなもののこのベンチマークを公開しているページがあって、ここでもあのいろんな、ハードとかソフトとか、試験ツールとかで評価してるんですけども、それによってはこれがもう全然コンプレスの結果が変わってきたり逆転したりとかあったりして、で、じゃあそこではですね、実際にはそのネックになっているのは CPU のアクセスではなくて、ファイルシステムのファイルのリードライトのところがネックになっていて、つまりその圧縮する処理が CPU の余ったリソースでやってしまえれば、データの量が少なくなる分速くなる、つまり圧縮した方が全体としては速くなるというのが出てきたりする場合もあります。今回はそうはならなかったという結果がここで出てきています。はい、なのであのここにちょっと書いたんですけども、あの今回はあのここに書いたようなこういう条件でこういうユースケースでやりましたと、なのでこういう結果になったんですけども、ちょっとその条件とか環境が変わってくるとガラッと結果も変わってくるので、実際にやっぱり使うユースケースでユースケース環境で、測ってみないと本当の優劣というのはこれでは測るの難しそうですというのをここに書いてあります。で、こちらのページがですね、今度は負荷を高くした時にどうなるかという、ものです。で、リードライトとシーケンシャルランダムの並びは先ほどと同じ で、この4つの棒なんですけども、一番上が、バタイフェスの、負荷が低い時の性能、その次がバタイフェスの負荷を高くした時の性能、その次が EXT4 の負荷が低い時で EXT4 の負荷が高い時という並びになっています。で、これを全体を見てみるとですね、負荷が高くなるとどれも性能が落ちるんですけれども、特にこの EXT4 の性能の落ち方っていうのを見てみると、バタイフェスに比べてガクッと落ちてると。でバタイフェス、例えばリードの方だと267から150、半分ぐらいに落ちるところ、EXT4 だともっと、3分の1とかそのぐらいに落ちてしまうと。でライトはもっと顕著になってきて、で負荷が低い時にはかなりこう性能差があったんですけども、負荷が高くなると性能がかなり近いところまでこう、なってしまうというのが分かりました。で、じゃあこれなぜこんな風になるんだろうというので、考えてみると、バタイフェスは、マウントするときにですね、カーネルスレッドを、19個、生成して、でそのカーネルスレッドがそれぞれ、その、リードライトの処理を分担していろんな役割を分担してやってるんですけども、そのやり方がですね、その今回は4コアだったんですけども、うまくその CPU の空いてるリソースを有効に使うことで、この XT4 よりもその高い負荷になった時に性能の落ちっていうのが少なくて済んだんじゃないかというふうに、ことは考察しています。はい、で、以上がその今回、評価してみた結果 で、こちらはその、プレゼン全体のコンクルージョンです。で、AGL の、
リクライメンツで見てみると EXT4 とバトルベースが最もこの適した候補として考えられそうですよと。ただそれだけに閉じずに今回はこの2つに絞ったんですけども、他にも XFS とかここでは入力数をちょっと上げてるんですけども、その他のファイルシステムに関しても、評価してみる必要がありそうですねということです。で、実際に今回評価してみた結果として、このそれを、表したのはこの、表なんですけども、これは私 の個人的な、感覚でつけた5点満点の表なんですけども、電源団体制に関してはバタエフェスはビクともしなかったので5と、 EXT4 は、FSCK で修復できたものの、 壊れた絵の具がどんどん増えていってしまったので2じゃないかと。でマウント時間に関しては、両者ともかなり250マイクロセクル以下で短くて、多少差はあったもののそれぞれいい性能だったかなと。で IO スループットに関してはこちらに書いてあるように、低い負荷と高い負荷で、まあ、こういう結果だったかなというふうに思います。であとマウントオプションに関しては先ほども出てきた、このスループットに関係するものでこのコンプレスのところですねが、その環境によってはその CPU リソースをどれだけうまく使えるかとかそれに関係して、どの、オプションがいいかというのを、変わってくるでしょうと。今回はこういう結果でしたよというものです。はい、で先ほど申し言ったそのフォロニクス .com にすごくたくさん参考になる情報があるのでここを見ながらいろいろやってみるのがいいかなという、ものです。あとは、これは HL オートモティブ略サミット向けの話なんですけど、将来ちょっと考えてみるとハードウェアスペックが もっとリーチになって、要件がどんどん変わってくるかもしれませんね。で、EV とか FCV とか、ハイブリッドの自動車とかが増えてきてその電源段に対する考え方そのものも変わってくるかもしれない。電源段も起こらなくなるんじゃないかということも考えられたりしますという話です。で、まあ、いずれにしてもその将来どんどん変わっていくであろう要件にファイルシステムとしてもフレキシブリで早く対応できるようにしていかなきゃいけなそうですね。で富士通はこれからも先ほど のサーバーのレッドハットのサーバーの話もありますけどもバタイフェイスにどんどん貢献を続けていきますよ。なので皆さんもどうかそのバトルフェイスを一緒に使って評価していきましょうねという結びです。はい、以上です。質疑応答であるとかディスカッションであるとかありましたか。質問です。はい、どうぞ。電源段のテストの時に、はい、FS は、まあ、なんともないということは当然ファイルも全く壊れ内容が壊れたことは一切ないということですね。それですね、ファイルの中身を全部、はい、検証できたわけじゃなかったんですけども、はい、ファイルの数とサイズに関しては全部見ていてそれは壊れてはいなかったです。で、いくつかこうサンプル抜き出して見た範囲では壊れてるのはなかった。同様に EXT4 の場合はどう中身はどうだったんですか。中身は壊れてなかったです。中身は壊れていなかった、はい、要するにゴミの愛用度が溜まっただけであった、はい、でそれもまあ FSCK をかけることによって復帰はできたということです。そのゴミの愛用度は全部なくなって、はい、きれいになったという先行性は保たれてて、うん、FSCK で戻る程度の管理エクスト方法を持って、ね、なんはい、わかりました。どうぞ。その今の値のところでファイルシステム自体が壊れるということはなかったですか。それはマウントできない状態のそういうような感じで、それはなかったです。こちらも、ただSD カードも壊れたのが1回ありましたけどそっちコントロールが壊れていやちょっと自分の手元でバターを LS 使っているときに、ね、ちょっとそういう、まあ、仮想のバージョンボックスとかの仮想の中でバターを使っているときに強制終了とかさせた後とかに復帰させたときに割と、はい、なんすかね、起動時に完全パニックみたいなのでファイルシステムが壊れるっていうのがよくあったんで、はい、どうなのかなって思って、はい、うん、結構それ使われてたのはどのぐらいのバージョンのものですか。
が大きい。あ、バター自体。そうですね。あそこまで把握はしてないんですけど、ただ、元が、例えば、ミンゴの頃とか、はい、あとはその後の話とかあって、はい、だから、その頃から、もしくはそれ以降の後継のための話なので、うん、まあ、古い話は分かってくるので、一概に、今の一番新しいものとは言えないとは思うんですけど。監督としては 3.10 あたりから、急速にバタ FS が安定してきて、そんじゃソフトでは、終わりにくくなったなっていう印象があります。別に定量的に取ってるわけではないので、本当にって言われると微妙なんです。バージョン以降だと相当いろんなフィックスが入ってて、ね、はい、今もどんどんパッチが変わってきてるので、あの今手元で動かして皆さんパネルのバージョンだと 3.6 とか、あ、バグフィックスは今 3.10 以降かなり入ってて、あのレッドハットが 3.10 でレールセットに出して、そこで正式サポートならずにテックプレビューになったんで、あのバグ出し失敗して、3.10 以降のが今バリバリ入ってすごい。元々レッドハットさんはまた FS 頑張って直して正式採用したかったけど、直しきれないから XFS をで首をつなごうという施策だった模様という背景があります。まあちょっとその辺も難しいところあるかもしれないですけど、あの富士通がレッドハットにバタイフェイスでサポートさせようと今頑張ってるような。そうなんで、すみません、バタ FS を使うとしたらカーネルは 3.10 以降を使えっていうことですか。いや、できるだけ最新を使えできるだけ最新を使えるどんどん入ってる。じゃあ 3.10 ではまだ不十分、もっと新しい方が良いという、いいと思います、はい、15とか結構そうです、ね、ただまあ、あのバグフィックス系はあのバックポートしていくので 3.10 であればあのどちらの実装していくっていう、当然そのバグフィックスは ETS にETS のやつみたいな、まあ、ファイルシステムのやつでもバックポートされるんですよ。なんかあまりファイルシステムのバックポートって怖くてやってなかったんです。バッター FS 自体はこういう組み込み系の、リソースでも十分に動く、うん、そうです、はい、なんかね、よく昔から比較されるのなんか ZFS、 あっちは超メモリーブレーキに行ってきてすぐ比較されちゃうんだけれど、バタ FS は逆にゴミでも、まあ、自分はあの、あ、すみません、自己紹介するとバッファローで NAS 作ってて、ね、XFS もずっと使ってて、そろそろ後釜を腐ってるっていう、ね、まさにシチュエーションで、まあ、そうするとで、うち安い製品を作るために ARM 系でちょうどやってて、ここまでリソース、そうですね、アーム系で、これですね、そうですね、うん、クロックは速いんだけれども、メモリは廉価版だと 512MB とかまだありますので、うん、そういう場合でもこう確実に動くとかですね、うん、そうですね、そういうネタが結構採用しやすかったりとか。これが、あれだ、これか。評価した環境のさっきのスペックっていうのは結構その IVI 業界ではスタンダードなスペックって考えてもいいですか。あ、ちょっと言えないとかあったらあれなんですか。言ってましたね。はい、出してもらったんですけど、ちょっとあんまよく見てなくてすみません。あ、これじゃないか、これか。ここではこれですね、Cortex-A の 500MHz と M4 の 167MHz、 メモリが 1GB、結構メモリとか見ると CPU だったらあの安いレンジとか、うん、ミドルレンジが大体このぐらいのスペックです、ね、まあ、メモリがちょっと結構リッチ、一番安いものだとニゴロ、うちの製品だとニゴロってニゴロメガの製品があるんですけど、うん、大体ニゴロ、一番安いニゴロで、うん、コアテックス M9 の800とか、うん、
一番低いモデルのスペックぐらいじゃないですかね。うん、じゃあ割かしその外れてるわけでもなくて結構そうですね。これは近い実機シチュエーションに近い形でこう、うん、テストを。電源なんてすごく難しくて、例えば我々今世界ナンバー2の自動車メーカーと今ナンバー2の自動車メーカーの付き合いがあるんですけど、電源ダウンの定義が違うんですね。で何が違うかっていうと、そのパワーオフって言われて、パワーオフって言われてすぐスタンバイの処理に移行させないといけないんですけど、その移行する時間が例えば3ミリセックとか100ミリセックとか何百ミリセックってやっぱ結構違うんですね。でそれに合わせて、ストレージ、例えば SD だったり EMMC のところなんですけど、そのどこまで持ちますかっていうのもあるので、 そういうチップベンダーとそのファイルシステムのメーカー、我々今外から買ってきて使ってるんですけど、と話してどこまで耐えるかって話をしてるんですよ、社会って。なので一言に電源なんて言っても、その自動車メーカーさんの理解が全然違うので、その車載の電源なんていうのを定義するのもちょっと難しいのかなっていうのが多分、ね、今の AGM の課題としてはなってるんですけど、インテルさんとかなんで電源が落ちるんだって言ってあんまりそのなんか授与されてないで、ヨーロッパ系は比較的やっぱ持つんですよ、電源がちょっと違うので。それは電源ダウンを検出したときに何かしら割り込みがかかって、はい、でそれでその保全する緊急の処置がその間に走るということを言っていて、その間はだからまあキャパシタみたいなやつで、そう全部が落ちるまでにちょっと持ってるか、その間でもう避難させるという処理をするということをおっしゃったわけですね。3ミリでできることと500ミリでできることは違うじゃないですか、そうそのぐらいに差がありますね。それは結局そのそれぞれのメーカーのポリシーというか思想みたいなものがなっているから、どのメーカーでもみんな同じにしましょうなんて話にはならないかな。なかなかならないですね。なので弊社の方でも大きく分けると3プラットフォームぐらいはもうそういうグラムがすごく違うので、ハードも含めてソフトも分かれちゃってますね。そこまでギャップがあると、ファイルシステムだけで解決するシステムトータルでバランス取らざるを得ない、その手の問題って完全にコストをどこで吸収しますかってか、どこにコストかけますかって話になる。ファイルシステムいくら直しても多分3ミリセック無駄だよねそれだったらそのお金でなんかハードも出てくるとね、工夫入れたらすぐ直るわみたいな。うちはそれはソフトウェアの世界じゃなくて窓屋さんにちょっと頑張ってもらわないとかあります。共通化しようとするとそういうところで待って大変ですね。勉強になります。他はどうでしょう。どうぞ。電源ダウンのやつのダウンオプションが載ってなかったんですけど、はい、ダウンのやつのダウンオプションってそれと一緒ですか。ですね、それとほとんど同じだった、ちょっと違うとこあったかもしれないですけど、基本はデフォルトのオプションでマウントしてます。はい、他はどうでしょう。はい、あとこのファイルシステムの中で最近、フラッシュメモリーを使おうとすると F2FS っていうのが出てきてるんですけども、 F2SF はまだここの比較対象になるほどのものにはなってないっていうことなんでしょうか。 F2FS 酸素ですね、うん、はい、うん、今回はそうですね、それも最後に出たこの XFS も評価必要ですよねっていうものの一つとしては挙げられると思うんですけど、今回はそこまで やれなかったっていうのは正直なところで。すみません、私も実はファイルシステムと実はほとんどよく分かってないんですけど、F2FS って言ったらこれらと並べてもいいような、なんかカテゴリーのものと理解してるんですよ。あ、そうですね、はい、あ、なるほど。
くそのマネージドなインターナルマネージドのやつに使うファイルシステムだと思います。普通にその表の中には一応あるここに、いや今入ってないですね。 FFS は少し入ってない。あ、これはここに並べて、この表僕書いたんだけどさ、なんか表に関して文句とかある？これこの機能はカバーした方がいいよってのがあれば、ぜひあのスペックにフィードバックをお願いします。あ、ありがとうございます。これですね。ちなみにじゃあちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、はい、真ん中の、ノンフラッシュ、はい、UDI フェイスしか持ってるじゃないですか。これですね、はい、UDI フェイスだとその空欄のところがあるじゃないですか。どうでしょうか。4番目とか5番目のところが空欄になってるじゃないですか。あ、UDI フェイスの中でね、UDI フェイスだとその満たしてない。あ、ここですね。はい、これは何だっけな、ちょっとごめんなさい、細かいお話を忘れてしまったところなんですけど、この 1.2.1 と 1.2.5 ですね、これが UBFS ではないので満たしてないんじゃないかと。それはこれまあ満たしてないというかなと思ったんですけど、そうですね、これ調べた限りこれに関する記述があの UBFS のドキュメントの中にはなくて、で実際動かしてみたわけじゃないんですけども、ね、で調べてこれなかったので今入れてないっていう状態ですね。浅野さん何か分かりました？124ってデータ化けなんですかね。 CRC だったら、うん、まあ UBIFS CRC 持ってみるリカバー可能だからチェックなのかな。ちょっとあのドキュメントのHLA 解別の文明を見直してみないとちょっと分からないんですけど、トレランスって書いてあるから、トレランスがどうやって実現するかは方法一つじゃないで、そうですね、 CRC チェックで満たしてるよっていうんだったらチェックだろうし、それじゃあ機能的に微妙っていうんだったら入らないだろうって感じですね。リストアップってどういうこと言っても書けなかったってこと。でも、ね、バッドブロックみたいな処理ありますか、ね、UBI FS に当然、うん、なんで入ってないわけはないみたいなところでチェックだけど、車で言うところのあれとは違うかもしれないってところですいません、ね、うちも UBI FS はな生何度使ったりして触ってはいるんです。要求はそんなに激しくないのでちょっとあの後で確認してみますね、はい、あそのやり取りなんかにあの例のウィキのところなんかも使っちゃって構いませんので、はい、あのウィキのところにメモを残していただいても構いません。はい、他はどうでしょう。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、